なたが何気なく過ごしているその時、想像したり組み合わせたり学習したりしている。誰がって？それは脳です。脳は私たちの知らないところでとてつもない量の情報を処理し続けています。目には見えない脳のミステリー、それを理解しようとする最先端の研究が脳の計算理論です。脳が情報を受け取ってから行動に至るまでのその間に起きていることを計算と捉え、数式で表そうという考え方です。この理論、決して新しいものではないのですが、21世紀になってコンピュータの性能が急速に進歩し、計算理論も発展したことで今改めて期待が高まっているのです。そして脳の計算理論の中でも特に注目されているのが予測情報処理という理論。今日お話しするのはこの予測情報処理についてです。お待たせいたしました。カップをつかむときに重さを推測する。自分がテーブルの間を通れるかどうか見極める。こんな判断を私たちは無意識にしています。それが可能なのは脳の中に内部モデルがあるからだと考えられています。内部モデルは物質の重さや大きさ、自分自身の体に関することなど経験を通じて獲得されるもの。脳は内部モデルを使って絶えず外の世界を予測する予測器である。これが予測情報処理の考え方です。予測情報処理と内部モデルの関係について地球儀を例にお話ししましょう。小学生の K は最近買ってもらった地球儀を見ることにハマっています。日本がどこにあるか真っ先に覚えました。日本を探そうと思ったら、今目の前に何の大陸があるかを見て、どれくらい地球儀を回転すればよいかを予測し、素早く日本を目の前に持ってくることができます。これは地球儀の内部モデルが K の中にしっかりとあるということ。しかし K はまだオーストラリア大陸の形をよく覚えていません。そうすると脳の内部モデルに基づいて予測している大陸の形と実際に見える形には食い違いが生じます。これを予測誤差と呼びます。予測誤差を小さくすること、予測誤差の最小化が脳の最も基本的な動作原則だとされています。 K は正しいオーストラリア大陸の形を覚えることで内部モデルを修正し、予測誤差を小さくすることができます。これが学習です。認知や行動の生成についてもこの予測誤差の最小化で説明ができるのです。まずは認知から。 K は今見ているのが南アメリカ大陸であると予測しています。ところが実際に見ているのはアフリカ大陸で、 K は違和感を覚えています。この違和感を抱いている状態が予測誤差です。この予測誤差は南アメリカ大陸であるという思い込みをアフリカ大陸であるという予測に切り替えることで小さくすることができます。このプロセスが認知です。次は行動の生成です。 K は南アメリカ大陸を見ようとしていたのに、目の前には南アメリカ大陸が見えていません。 K は自ら行動し、環境を変えることで予測誤差を下げることができます。地球儀を回転させて予測していた南アメリカ大陸を発見するという方法です。このように学習や認知、行動の生成といった脳の機能を内部モデルに基づく予測と予測誤差最小化という原則で説明することができるのです。
予測誤差最小化のプロセスにおいて重要な役割を果たすのが精度です。はい。1歳のアンナがお皿の上のお菓子に手を伸ばして口に運ぶ動作を例に考えてみましょう。一連の動作には大事なところとそれほど大事ではないところがあります。手の先は確実にお菓子に到達しなければいけませんが、どういう経路で手を伸ばすかはあまり重要ではないですよね。またお菓子は確実に口に届いてほしいですが、途中は多少フラフラしていても差し支えありません。予測情報処理における内部モデルは、こうした大事なところとそうでないところを予測の精度という形で学習していると考えられています。アンナが次のお菓子を取ろうと手を伸ばしています。予測ではお菓子に手が届くはずが、視覚、触覚によるとお菓子に届いていない。これは予測と感覚の間に誤差が生じている状態です。これではお菓子がつかめないので、手の軌道を修正します。経路の途中で多少の予測誤差が生じていても、大事でないから無視します。感覚と予測のバランスは大事で、予測を重視するか、感覚を重視するかを調節する働きがあると考えられています。近年、統合失調症や自閉スペクトラム症、ASD の人々の特徴的な経験に、予測情報処理における精度が重要な役割を果たしているとの仮説があります。ASD の当事者が日常生活で困る場面を取り上げながら、仮説について説明していきます。家の鍵を探しているのに、目に映ったものに気を取られ、頭の中が大混乱を起こしてしまうという場面。一般的には鍵を探すときには金属の質感や大きさなどの予測を使い、視覚刺激の大部分を背景として無視することで鍵を見つけることができます。ところが ASD の方は相対的に予測の精度よりも感覚の精度が高いため、入ってくるすべての視覚刺激の細部の処理に追われて混乱してしまうと説明ができるのです。同じものを見ても光の加減や見る角度などによって感覚入力が微妙に変化する。感覚入力の些細な変化に応じて予測誤差が増幅され、それによって感覚過敏などの特徴的な知覚体験が生じると考えられています。 ASD の方の中には人の顔を区別するのが苦手という人もいます。これは顔や風貌といった全体的な情報に基づいた予測よりも、その日の化粧や髪型、微妙なむくみなどの細部に対する感覚の精度が高いため判別が難しいと説明ができるかもしれません。相対的に予測の精度よりも感覚の精度が高い傾向は、複雑で予測が困難な社会的場面では常に過剰な予測誤差にさらされ強いストレスになると考えられます。それが予測誤差の生じにくい慣れ親しんだ環境や繰り返しの行動パターンを好む傾向につながると考えられています。この予測情報処理による ASD の症状のメカニズムの仮説は、従来の精神医学における知見と一致します。しかしまだ理論的な仮説であり、今後の研究や実証が必要です。それでもこの予測情報処理の理論を知ることは、自分や身の回りの人の特性を理解したり、環境のデザインやコミュニケーションへの配慮などを考える上で大きな助けになるでしょう。